コンテストで優勝者にはバッシュをプレゼント。まあこうやってね、それぞれ欲しいバッシュがの人がいるんですけども、ホービーこれ絶対手に入らないでしょこれ。3本、向こうの45度から3本打ちます。ここまでは1本1点の計算。そしてこの 3×3 のロゴの後ろからここから3本打てます。このシュートは1本2点入ります。その合計ポイントが、多い上位3名が決勝戦へ進出。そこで決勝で優勝した人がバッシュゲット。2位、3位、この3人で決勝戦いきたいと思います。2人が勝てばバッシュプレゼント、僕が勝ったらノープレゼント。あの裏では多分僕が会社から欲しいものです。自分の会社から。はい、じゃあいきたいと思います。よーいスタート。でも欲しい有明さんです。はい、アイリーセブンが私を呼んでるんで絶対決めます。
同点決勝。見せるね。あ、関係ない、全然関係ない。見せるね。俺もう YouTuber だ。争奪シュート対決をしたんですけれども、私負けましたので、バッシュご用意いたしました。こちらにございます。すごい喜んでる人、確か彼予選1点とか2点とかだったんですよ。はい、ということでカイリーセブンですかね、見事ゲットしたのはこちらの方です。月1開催、俺が勝てばいいんでしょ、毎月俺が勝てば、こちらは別に支出はないの。2足目もらいます。2足目もらいますから、絶対。
リムタウン、皆さん入会していただけたら毎月バッシュが手に入ります。以上、ありがとうございました。有明アイスのニュースでした。